ももちのチャンネル。こんにちの。こんにちの。今回、初めての動画撮影で筋トレをやってみようと思ったので、ちょっとスタジオを借りてみました。で、今回やろうと思ってる筋トレなんですけど、私のまず目標があって、その目標が海外のモデルさんみたいにもっと大きくプリッとしたお尻になりたいっていうのがあるんですけど、動画とか探して筋トレをやろうと思っても、海外のやつだとちょっと英語わかんないし、良さげなの発見したのでやってみようと思ったんですけど、どういう風に効いてるんだろうっていうのが分かんなかったので、実際に今回やってみて、どういうところに効いてきてるとか、どれだけ辛いんだろうとかいうのを実感できたらなと思ってやってみます。で、動画のタイトルは10ミニッツブーティーバーンっていうやつなんで、多分とてもきついであろうと思うので頑張ります。はい、行ってきます。桃とウサギの妖精、こっからは筋トレの説明をあたいがやってくけん、よーく見るんでよろしくな。じゃあ早速動画見ながらやってみようと思います。ちょっとやり方アナログっぽいかもしれないですけど、うん、なかなか新しいアングル。これから10分間筋トレをやっていきます。まだかな。3、2、1、スタート。ランジから。お、早速ランジって言ってたね。下がり続ける。片足を前に出しから、お尻の意識をし、お尻の上げ下げをする。大臀筋に効いちゃうのを意識するんで。わかった？なんか早速ヒーヒー言ってないか。大丈夫か、こんな最初から泣いてて。うん、猫背にならんのと、足をな、90度以上曲げな、大臀筋に効かんけん気をつけようでな。まあ、片足終わったからな、その調子や、すぐ終わる。頑張って耐えなさい。うん、90度以上足も曲がってるし、いい姿勢や。うんうん、この調子や。すでに効いてきているのか。お、種目変わって、さっきの種目から、足を切り上げがくっつくやつやな。くっつくやつやな。あ、切り上げる時のお尻の瞬発力がいるやつやけん、これも大臀筋に効いちゃうはずや。片足になるとき、ちょっと体がふらつかんごつ、お腹の方によーく力入れて、よーきばりよで。うん、これも片足ずつあるけん、しっかり念入りにやるんだね。お尻に意識はいってるか？そう、ちょっとふらついたな、今。なんか手元もちょっとなんかプラプラしてるから、ちゃんとお腹に力入れて、そう。しっかり踏み込んで、足を上げる。そう。お上手。まだね、2種目目やから、へたられたら困るの。お、これは、スクワットの体勢からジャンプするやつやな。これは、さっきの種目よりもだいぶ負荷が大きいけどな。きついやろな。はあ、でも、こんなんでへばっちゃったらいけんので、まあ、大きいお尻になりたいんやろ。ちょっとそこは気張らないで。あ、ほら、これは休むな。気張らんで、これ。ほら、やれ、早く。おい、様子決まってるんだから。ああ。もう、ちょっと終わっちゃったやん。もう休んだから筋肉の負荷がなくなるんやけんな。続けないけん。もう、まあ、これは、スクワットの体勢から、左右に移動して、大臀筋と中臀筋を刺激する種目や。ちょっと腰下げきれてないんやないか？あんまりちょっといけん。無理けつ目指すんやろが。ちょっとフラットしたし、今。うん。あ、こちらは、
次の種目、シンプルにスクワットやな。スクワットをするとお腹もお尻も引き締まるっていうけん、しんどくてもありがたーく種目を成功するんでな。スタイルアップやな。腰の下ろし具合ちょっと、もうちょっと欲しいな。お腹に力入れて、ピムって。そうそうそう、おお、これ。これ、おお、休まない、休まない。うん。頑張った下半身にとどめの種目やな。これ、しんどいんだ。もう休まない。うん、今、一番太ももとお尻に効く種目やから、おお、じゃなくって。ほら、休むな。頑張れ、決まれ。ほら。うん、頑張れ、頑張れ。最後の種目なんやから、決まって。うん。あ、最後の種目ほぼやってないやんけ。ダメやんけ。おい。次は四つん這い。四つん這いですね。うん。四つん這いで片足を切り上げする種目ですな。片足上げるときに上半身がふらつかんごつ、お腹によーく力入れるんよ。さっきまでなんかヒヒ言ってたのに、なんかうそんごつたまるやん。大丈夫か？なんか一言も喋らなくなったな。あ、そして反対側映ったな。あの、これ左右あるからで、しれっと移動されるとね、左右変わっちゃうと。ちょっと、まあ黙って頑張ってる気許しちゃろう。黙ってやってるけど、おーい、大殿筋、意識してやっちゃうのかーい。足を上げるだけじゃなくて、上げた時の大殿筋の収縮を感じるのが大事なんで、ね、効果的に効かさないけんのやけん。うん。ん？またこれしれっと種目変わってるやん。もう言わんとわからんがじゃあ。まあこれは、足をね、横に開いたり、上に上げたり、して中殿筋にも効かしていく種目やな。まあ、これ地味に見えて横にこう開く方がしんどいんやね。ねえ、ウェイトつけると余計プルプルするにな。あ、片足反対側もちゃんとお尻意識してやって。そう、あたいもお尻鍛えたことあるからわかる。きついけど、きつい時ほどお尻は喜んでいる。みんなのために頑張るんや。あ、そう、うめきながら頑張れ。甘えるな。止めるな、尻を。頑張れ。そうだ、そうだ。次は、うつんばいの状態で、うん。なんだ、うつんばい終わりか。お前また、ぬるっと終わったな。次は寝ポーズでやる種目やな。急いで準備せんと動画始まるぞ。カメラちょっと切らんに、足当たらんように気をつけるよで。次の種目は、うつ伏せで左右の足を垂直に上げる種目やな。そして両足上げ。両足上がってねえけどなあ。これまたしんどいやつやな。ほぼ休みなしでやるとしんどいやろなあ。これも最高のお尻を待つみんなのためや。後半たるまやに気を引き締めない。うん、苦しみながら頑張れ。もがき苦しめ。そうだ、苦しんだ分だけお尻は大きくなるんだ。おいし、仰向けの種目やな。うん、仰向けにコロンとなって、なんだ、位置決めが細かいな。うん、仰向けでお尻を上げる種目やな。うん、あれ、本当これお尻床につけんで連続でお尻の上げ下げするやつなんやで。
ポカ減るやろがい。ちゃんとお尻つけんと。お、あたいの言葉届いた？あ、お尻つけなくなった。やばい、届いたっぽい。やったー、うぃー、頑張れ頑張れ。そう、負荷を止めるな。うん。そして次、片足で下半身の全体重を支えてお尻を上下するやつやな。いや、これが後半に来たら効くやろ。まあでもな、筋肉を大きくするってことは、あ、休むな休むな。はい。でもな、大きくね、筋肉をしたいってことは、負荷も大きくならんといけん、そういうことや。うん、反対側も頑張れ。気張りよで。うんうん。まあ、きついのはわかるけど、ここで、ひと踏ん張りせないけん。な、みんな見てくれちょんのやけん、頑張りよで。な。うん、休むな、休むな。叩いてる時間があったら、筋肉を鍛えろ。頑張れ、頑張れ。そう、お尻を持ち上げて、負荷を強める。そう。お、また次に。次はシンプルにお尻上げ。うん。この動画、お尻いじめしつこいなぁ。そろそろ足もお尻もプルプルやろ。うん。いいの。お尻も浮いて負荷もずっと継続できてる。いいぞ。いい調子じゃ。うん。どうした？なんかスマホが気になった。尻を止めるな。うん。うん。お尻上げたまま、左右の足を交互に上げる種目やな。次は。しんどくても、息を止めずに、しっかり呼吸しながらやるのが大事。腰を落としすぎたり、反りすぎんごつ、気ぃつけよで。腰の意識できたな。違うか。うん、そうそうそう。うん、それそれ。うん。いいね。腰の反りすぎのないように。そう。次は、お尻を上げたまま。最後の、落とさずにお尻を、キープしたまま、耐える種目。最後、これが、最後の種目。うん。いいぞ。耐えろ。すごい目で、スマホの残り秒数見てるけど。あ、終わった。お疲れ様。気張ったな。頑張ったでな。うわー、髪ぐちゃぐちゃ。お疲れ様。あ、お、フラフラやったな。気つけて帰りよでー。はい。筋トレ終わりました。めっちゃ疲れました。結構もうスクワット系の体勢もともと苦手なんですけど、それで足をこうパカパカってするやつとか、まあ、自分の苦手分野って感じなのがやってみてやっと分かりました。私の中で外国の方でお尻大きい人って生まれつきその体に生まれたら自然とそうなるのかなって思ったりもしてたんですけど、それぐらいのトレーニングができるっていうレベルの筋力があるっていうのが分かって、努力がその中に詰まってるんだなって思ったりしました。私もお尻の形を整えたり大きくしたいと思ってるので、もしよかったらそういう風に思ってる方の参考になると嬉しいです。もしよかったら他の方にも動画進めてみていただけると嬉しいです。私が参考にさせていただいた10ミニッツブブブバーンっていう動画は下のリンクの方に貼ってあるので、よかったらそちらも見てみてください。もしこの動画いいなって思ったらいいね押してください。あとはチャンネル登録もよろしくお願いします。